ようやく来ました。第3期予約で購入した、よいしょ、ウィングゼロ、よいしょ、買ったいらないね。まあもうあのね、先にもアップしてる方いっぱいいると思うんで、ざーっといきます。よいしょ。まずは開けましょうということで、一番欲しかったやつなんですよね、このタイプで。ウィングゼロは一度 PB を組んで、人にあげちゃったんですけども、よいしょ、付属品から、ディスプレイ用の付属品ですね。メスバー、シュミッツバーグとか、ね、いろいろ各パーツ、手とか、まだ詳しくは分かんないけども、これなんだろうね、この何の羽だろう。よいしょ。で、本体手に用、の前に書類が、説明書でしょうね。まあ後で開けましょう。まずは本体行ってみようはいいけど、これどうやって開けるの、これ。意外と、よいしょ、おー、こういう風になってるね。よいしょ。よいしょ。どうやって取ったらいいのこれ。よっ、あ、意外とコンパクトで、これがこうか、巻きついたのか。よいしょ。おお。今までのよりもちょっとちっちゃめかな。ユニコーン2体持って、ユニコーン2体と、ゼータプラス1体持ってますが、ちっちゃめかな。なんか落ちた。アンテナが落ちた。あ、それとあとアストレイか。レッドフレーム持ってますけどね。おお、アンテナどこだこれ。あ、ここにこう引っ掛けてあるだけ。それは落ちるよね。お、あ、なんかいろいろ落ちてる。よいしょ。おっとっとっと。これどうなってんのこれ。あはは、こうついてんのか。よし。うん。ほうほう。ほうほう。おお、開くよ。おお。中に、アルミダイキャストの鉄のフレームが入ってます。おお。かっこいい。で、よいしょ。なんか体型、バード体型にもなるんだけどね。これが羽ですね。おお、
で奥に見えるのが、よいしょ、これなんだろう、マウントかな、マウント系だね。これがビームサーベルで、これがバード体型に変わった時の分かな、シールド兼バード体験変わった時のコックピットんで、これ1個取れないよ、これ。あ、これ羽のセンターだ。うん。じゃあちょっとこれね、ディスプレイ用に組み立ててみます。はい、組み終わりました。でまあ買ってからあれからですね2週間経ってようやく組み立てたというね、なんかいろいろとやる気を失っておりまして今になりましたで、まあ組んだ感じ、こんな感じですね。これは新しいあれですね、なんだっけ、シュメッツバーグでしたっけ、よいしょ、という作品中では描かれなかったものになります。はい、ね、こんな感じですね、よいしょ、こうしてこうしていた方がいいかな、上からね、こうしてで、こう、よいしょ、ウィング、これは今ゼロカスタムの状態ですね、完全に各部を開放してですね、ゼロカスタムの状態です。まあ圧倒の装備、バード体型とかいろいろありますが、ちょっとしばらくこれで飾っておきたいと思います。